こんにちは、おはようございます。はい、今日はね、視聴者さんから教えてもらった白クマのアイスクリームじゃないな、評価を食べていきたいと思います。はい、ではレッツゴー。ニキビできた。ラクトアイスなんだね。ラクトアイス、私評価かと思ってた。食べていきたいと思います。こちらね、なんかもっとバージョンアップしたタイプはね、もう数年前に食べたことあるんだけど、これはね初めてですね。九州名物だって。あ、こんな感じなんだ。評価じゃないのかな、ラクトアイスなの。あ、お豆さん乗ってる。はい、いただきます。どこから食べよう。はい、練乳っぽいね。おいしい。もたもたしてたらさ、ちょっと溶けかかってきてたんだけど、それがまたいい。え、むっちゃおいしいよ。こちらね、89kcalです。いいね。新しいもの見つけちゃった。私ね、メロン系のお菓子、ちょっとね、苦手なんだけど、あのね、メロンのね、アイスあるじゃん。メロンのシャーベット。あれはね、大好きなの。わかる人いる？バナナのお菓子もね、そんなに好きじゃないかも。もちろんパウンドケーキとかは大好きなんだけど、今はめったに食べないけどね。バナナ風味のなんとか、バナナ風味のパンとか、苦手だな。お豆さんもいい感じで、真ん中に乗ってる謎のジャムジャムソース、食べるの楽しいね。これ具がさ、いっぱい入ってるから、いろんな種類入ってるから楽しい。そうだ、アイスボックスってさ、コンビニ限定の白桃あったでしょ。あれなくなったんだね。ショート動画でもあげたんだけど、探しても探してもない。だからね、普通のアイスボックスを最近よく食べるようになった。私この小豆のところが大好き。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。美味しかったよ、白クマさん。はい、今日の飲み物は久しぶりにお水です。お水もね、普段結構ガブガブ飲んでるんだよ。では今日のお話、はね、私どうしてもう吐かないって本当に頑張ろうって決心したのかっていう理由をね、ちょっとお話ししたいと思います。頑張れる理由ね、頑張れた理由か。まずはね、まず一つ、子供たちにね、あだ名をつけられたのもう家族全員ね、あだ名をつけようっていう話になって喋ってたらね、子供たちと、そしたら旦那はもうものすごく怒ると怖いのね。怒るっていうか叱るだね。もう宿題をしなかったりとかね、ほんとしつけがね、ほんと厳しいのね。で、いつも怒ってるイメージがあって、で、それで雷親父ってあだ名がつけられてましたね。あとね、最近太ってきてるからお腹だけね、メタボお父さんとか言ってた娘、息子、お兄ちゃん、妹ね、もうまあまああだ名がつくわけですよ。で、私なんてつけてもらえるのかなって思ってワクワクしてたのね。どう思われてるんだろうって、私のイメージって何なんだろうって。そしたらね、
息子がね、ゲロゲロお母さんって言ったの。チーン。子供たちにね、そういうイメージをね、もう、植え付けてるんだって思ったらね、すんごい悲しくなってさ、ゲロゲロお母さんって。ゲロゲロババアよりまだマシだけど、お母さんだから。笑って、やだやだって言ってたんだけど、結構ショックでしたね。そんなイメージのお母さん嫌だから、もう過食王とか脱出しようって思いましたね。あとね、前も言ったんだけど、職場にね、めっちゃ細い子が入ったの。で、みんなカフェで、あの子細いね、あの子細いねって言ってて、私はジェラシー。何のジェラシーだって話だけど、あ、今まで私その立場にいたのに今太ってる。私もね、その位置にまたつきたいと思ったの。負けたくないって思ったの。痩せてるねって言われたかったの、だからね、頑張れましたね。最近ね、その子と会ってないけど、もうほんとウエストがね、くびれててね、もうものすごい羨ましくなる。あ、私ね、もう目標体重の44キロまであと1キロ切りました。あの日を溶か食の後何が起こったのかまたお話ししたいと思います、別の動画でね。で、あと3つ目、私ね、本当最高に太った時が 51.6 だったのね。で、まさにその時に職場のね、おばちゃんからね、もう何でもズバズバ言ってくれるおばちゃんなんだけど、あんた太ったねって顔まん丸じゃないって言われたのね。もう唾液腺がね、めっちゃ腫れてる頃だったから、もう顔もまん丸だよ、じゃがいも顔、どうしたのあんたって言われて傷ついたりはしてないんだけど、言ってくれてよかったなって思ってる。それがね、頑張れる原動力になったから、あ、もう絶対痩せてやるって思ったから ね。で、無事痩せて、だいぶね、ベスト体重には届いてないんだけど、無事痩せて、で、そのおばちゃんからもね、あんた痩せすぎだよって言われるようになってね、私は嬉しい。もう引き続きもうちょっとだけ痩せたいと思うんだけど、頑張りたいと思います。はーい、では見てくれてありがとう、聞いてくれてありがとう、チャンネル登録と高評価コメントもぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、私が過食嘔吐をやめようってもう本気で思った3つの言葉でした。はーい、ではまたね、バイバーイ。バルタン星人シャキーン、バイバーイ。